現金自動預け払い機。現金自動預け払い機、ATM は、通常、紙幣、及び、硬貨、通帳、時期カード IC カードの受け入れ口、支払い口を備え、金融機関や貸金業者、現金水等を行う業者の提供するサービスが、顧客自身の操作によって取引できる機会を指す。もとは、都市銀行の店舗に設置され、 普通預貯金の預け払いに用いられ出したが、今日、金融機関はもとより、小売店や公共施設などに幅広く設置されている。また、普通預金以外の取引や現金を返さない取引も、広く取り扱うよう進化しており、自動取引装置、自動窓口機などとも呼ばれる。金融機関では一般に、店舗に設置している場合は、自動機、その他の小売店や、 公共施設などに設置している場合は、店舗外と故障することが多い。なお、現金の引き出と残高紹介のみを扱う機器は、現金自動支払機、現金自動支払機、キャッシュディスペンサーと呼ばれ区別されている。ただし、一般には CD 機も含めすべて ATM と故障されることが多いが、光ファイバー通信による処理能力の飛躍的な向上や、 コンビニ ATM などの簡易型 ATM の普及などにより CD 機の台数は2000年代以降減少している。台湾では CD 機にも看板には ATM と掲示されている。金融機関窓口の代用として設置されたことが始まりであることから ATM の脇には金融機関窓口と同じように紙ぬさ袋、現金を持ち帰るための封筒が設置されていることが多い。 ATM では以下のような業務を扱う。基本となるのは下記の4種類である。また以下の業務は金融機関によって取り扱いの有無がある。上記の業務に必要な媒体を取り扱うため、紙幣、硬貨、通帳、帳票類、磁気カードなどの挿入、支払い口と案内や操作のための表示画面、操作鍵、キーなどを備える。近年のものは 操作部に画面表示と一体化した液晶タッチパネルを採用したものが多い。効果については、運搬が困難なことや紙幣に比べて故障が発生しやすいため、一部の ATM のみが対応しており、無人店舗やコンビニ ATM では効果を取り扱わない場合が多い。ごく一部の金融機関の ATM では、住所変更、届け出の電話番号の変更もキャッシュカードで、 変更手続きすことや資料請求の依頼をキャッシュカード1枚でできるところもある。なお、振り込め詐欺などに見られる、還付、払い戻し、返金などは ATM を操作して、相手が振り込む金を自分の口座で受け取るようなことは業務として含まれておらず、またそのような機能は ATM に備わっていない。日本では、利き利用者の本人認証のために、時期情報が記録された。 専用のキャッシュカード、または通帳と通常4桁、銀錬カードは6桁の暗証番号を用いる。かつては暗証番号そのものを、平文、暗号化が全くされていない状態のまま、次期ストライプカードに記録していた、正暗証がカードリーダーを使って容易に読み取ることができるため、旧富士銀行の盗難キャッシュカード事件、1993年、 平成5年7月19日最高裁判決。判例時報第1489号111ページ以下を参照を契機に、現在は暗証番号はカードに記録せず、入力した暗証番号はホストコンピュータ上の口座登録情報と称号されるようになっているカードに暗証番号を記録しない方式への変更をゼロ暗証化と称した。しかし、 暗証番号の作用に加え、近似はカードの磁気ストライプ自体の複製により預金が不正に引き出される被害が相次いで問題となっており、以下の取り扱いが一部の銀行、信用金庫等で始まっている。視覚障害者への対応として、タッチパネル以外に、物理ボタンでも数字を入力できるようにしている機種もあり、また、展示による表示及び音声案内機能を持たせたものもある。 ゆうちょ銀行の ATM は、視覚障害者の操作性確保のために、すべての稼働機に点キー、点字、音声案内機能を備えるほか、富士通の民間事業者向け汎用 ATM、FactV、f a c t v には、案内音声を聴取できる受話器が標準装備となっており、この受話器に暗証番号、金額等を入力できる点キーを備えているが、稼働中の機種については、 タッチパネルのみで、テンキーを省略した機種が多く、バリアフリーの障害となることが多い。なおこれとは別に、コンビニ ATM は、筐体を小型化するため、タッチパネルが垂直配置であり、強いな店内において入力が盗み見られることを防ぐため、テンキーが周囲を囲われた形状で、右下方に独立した機種への置き換えが進んでいる。また設置者によっては、 画面の上に左右からの視野角を意図的に狭くする変光フィルター膜やついたてを設置したりバックミラーを設けて背後に不審者がいないか確かめられるようにしたりするなど蒸気のような入力を盗み見られる事件を防いでいるところもある前述の音声案内は視覚障害者だけでなく健常者にとっても操作をサポートする役割を果たしているが日本語の他に 英語での案内も可能となっている機種を設置している、金融機関もある。三菱 UFJ 銀行、レガス、日立製作所製の機械のみ、と、千田信用金庫、愛知県、三井住友銀行の ATM では英語のみならず、ポルトガル語、中国語、朝鮮語の表示も可能となっている、三菱 UFJ 銀、旧東京三菱銀行の支店設置分の圧点へ、正の ATM は英語のみ。 一般に金融機関では、平日8時45分から19時までと、土曜9時から17時まで稼働し、金融機関の店舗によっては、日宿と大型連休、年末年始は、現在も非稼働のところもあるが、近年は ATM と環状系システムの更新が、アナログ回線から光ファイバー回線に切り替わり、通信コストが大幅に削減されたこともあって、 営業時間帯を曜日に関係なく、深夜帯まで拡張した箇所も多く表している。特に、コンビニエンスストアの ATM は、店舗の営業に合わせて、通例24時間稼働し、利用者の取引銀行等の定める、時間内で、利便性の幅を広げている。ただし、平日18時以降と一部の金融機関では、土曜14時以降については時間外手数料が、 徴収される場合も多い。そのため手数料を無料化する銀行や、一定の取引条件、給与振込や各種料金自動支払いで手数料を無料化するなどの特典を設け、他行との差別化、顧客の囲い込みを行う銀行が増えてきている。近年では、土曜日の時間外手数料を休日古期にしている、金融機関が多い。なお、遊著銀行、郵便局は、優勢賞、 日本郵政公社時代から時間外及び休日の手数料が無料である。基本的には各金融機関により営業店に併設される。現在では相互接続により定型金融機関の取引もできるようになっている。一つの管理業の下数個の金融機関が共同で運営し、各預金者が無料で利用できる共同出張所の形態もある。なお、 定型金融機関の取引には原則、手数料が徴収される。過去には、銀行会が、運営会社、日本キャッシュサービス、NCS を作り、共同 ATM を駅などに設置していたが、金融機関の業態間における、オンラインの相互接続が進んだことにより、事業を終了し解散した経緯がある。しかし、近年、銀行、コンビニエンスストア、 警備会社などが出資する共同運営のコンビニ ATM 設置のため株式会社 E、ネットなどを立ち上げ、設置台数を急激に増やすなど共同 ATM の設置が進んでいる。近年ではパチンコ店への設置が推し進められている。かつては東芝やジェトロニクス日本法人等も ATM を提供していた。各社の ATM とも 日本自動販売機構業界のレベルに相当以上の手工具破壊体力があると言われているが、建設機械を使った ATM コーナーの破壊事件が相次いでおり、一層の対策を求められている。その一例として、セブン銀行の ATM では、現金収納部分が不正にこじ開けられると、特殊な液体、緑色が中の紙幣にこぼれて、収納紙幣を汚染させる。 不正に取り出しても使い物にならなくし証拠品として使えるようにする。また、駅の付着が少量に留まってもカラーボールのような追跡支援効果もあるといった対策が取られている。2006年12月に発生した同行 ATM 強奪事件では早速同行よりこの特殊駅が付着した紙幣についての注意喚起がなされた。また、防犯上の観点から システム基盤上で動作するオペレーティングシステムやアプリケーションにはマイクロソフト、Windows や BSDK UNIX などをベースとしたプロプライエタリソフトウェア用いられているほか ATM の製品カタログや取扱説明書は原則としてユーザー、金融機関の中でも限られた担当者、システムエンジニア以外は請求、閲覧できない。日本の ATM で 入金可能な禁酒は一般に現在発行中の紙幣4禁酒、流通の少ない2000円紙幣も含むと、高価6禁酒べてに対応していることが多い。ただし、一部の ATM は紙幣のみで高価には対応していないものもある、コンビニや店舗外の出張所などに多い。日本の ATM で出金可能な禁酒は、紙幣では、 一般的には1000円紙幣と1万円紙幣の2種類のみである。コストを抑えるためと故障のリスクを下げるという理由で5000円紙幣の出金に対応している ATM の機種は現在のところまでである金融機関の店舗内にある両替機を使って5000円紙幣を出金することは可能。例外として、誘致銀行には5000円紙幣に対するものが 設置されていることがあるが、その場合でも5000円紙幣で出勤するには、工夫が必要である。ただし、最新の機種では、その機能も外されていい。また2000円紙幣の出勤はごく一部の機種、主に沖縄県のものに限られる。効果に関しては、一般に、すべての禁酒が出勤可能であるが、最小枚数になるように出勤される。ただし、前日の効果の入金に対応していない。 ATM は効果の出勤もできない。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。